令和5年10月20日、Q&A 一般公開ライブです。司会進行は、令和専攻塾と山形塾です。今日のアシスタントは、シンガーソングキャスター、さやさんです。よろしくお願いよろししくお願いいたしまます。す。経済安全保障アナリスト、平井浩二さんです。よろしくお願いよろしくお願いします。そして、今日のスペシャルゲスト、経済アナリストで格闘家の森永康平さんです。よろしくお願いします。森永さんはついに待望の1勝を挙げたそうで。そうですね。この間、総合格闘技のデビュー戦で、なんとか勝利を。ちょっと試合見れてないんですけども、また後で拝見しますが、総合格闘技ルールってことは、その寝技、関節技もありと。何でもありです。何でもありってことですね。目つぶしと金的以外はありなんなんですか、金的やられ金的て、食らった。結構動くなってたっていう。3回当たっちゃいました。あ、これは反則負けにならないんですか？一応3回目で、まあ、相手に注意は与えられたんですけど、まあ、一応反則にはならずに試合最後までフルラウンドやって、判定勝判定勝ちということで。数字がこんな高さまで上がるんですそうね。もう僕は持ってもらってもあそこまで上がんないし、ね。いやー、本当に。しかし、まあ、じゃあグラウンドもあったんですね。そうですね。まあ、僕はもともと柔道をやってたので、相手を投げたり締めたりする方が得意なので。あ、じゃあ K1 ルールよりそうですね、もこっちの方こっちのが方が向いてるってことでただすやっぱ冒頭1ラウンド目の序盤で殴り合った時に、実は今鼻折ってしまって、花。今鼻骨折してる状態なんです。鼻の中の軟骨が折れてしまって。わあ、やっぱりな、傷でまはたね、ね、し越かえし、られないのが格闘技の世界ですまあそうなんだけどね、ね。もうとてもそういう性格に思えなかったんだけど。本当は今月、あ、来月、11月、12月と試合出ようと思ってたんだけど、ちょっと骨折しちゃってるんで、練習が思うようにできないので、まあちょっと無理しとない。年内はお休みして、1月の頭にもう出る試合決まってるんで、だってもうあんま大してないじゃ次ない。も。そこに向けてまたちょっと、着々と。何が一体そんな駆り立ててるんだろうと。いや、ちょっと後でね、あ、ちょっ記となん事かもご今日紹番組、介そしう、この番組、それで終わっちゃいそうなんですね。ご紹介したいって。はい、もちすいろん。ません。じゃあ本日のヘッドラインお願いします。まずは一般公開ライブです。喫緊のイスラエル情勢、そして日本保守党の快進撃、中国で日本人男性が逮捕、そしてメンバー限定ライブです。表示されますね。13時半からは今週のアングリー平井、米国最新半導体規制、そしてダイエットファイター森永康平の経済強靭化トレーニング第21ラウンド、岸田首相の減税意欲がパンプアップ、そして中国による侵略の実態、自民は亡国の政党なのか、こちらもたっぷりでお届けしてまいります。現在、文化人放送局、動画削除、警告を受けて番組配信の危機です。特に一般公開規制が激しくなり、広告が激減中でございます。ぜひメンバーシップ参加、応援をお願いいたします。概要欄からクリック募金で制作支援、番組応援してくださるスポンサー企業様も大募集中です。この番組へのいいねボタンをクリック、そしてフィードバックは画面上のヘルプ&フィードバックより、この番組は適切で安全と YouTube 宛てのメールをお願いいたします。最後に Twitter アカウント、ニコニコ文化人のフォロー、文化人ダイヤモンドクラブの登録もお願いいたします。ということで、はい、じゃあ行ってみましょう。さあ、一伝つ目、説の幕開け。森永さんの X からです。MMA のデビュー戦、無事に勝つことができました。応援してくださった皆様ありがとうございました。前回のキックボクシングに続き、トースポさんが早速記事にしてくれました。このトースポさんの記事、素晴らしいね、取り上げ方をしてくださってますけれども、金的3回に悶絶も、格闘技初勝利、岸田首相を鍛え直すと。そうなんですよ。一応その取材を受けた時に、まあ本物の格闘家じゃないんでということで、一応ちょっと経済に関してもコメントをくださいっていうです。謎の無茶ぶり。謎だよね、その取材ね。こっち鼻折れてヒーヒー言ってる直後にですね。で、なんかありだっますて、か？鼻折ってたんでしょ？殴鼻ら折れてて。て、この眼窩底の骨もちょっと今ひび入っちゃってて。今、眼鏡してるとこわかんないです。眼鏡外すとここ結構赤黒くなってて。あら、そ危ない。れでも経済のコメントが欲しいってことなので、岸田さん、ちょっとこう政策がブレてるんで、多分そのブレはね、多分心と体がこう、
たるんでるからだと言って。すごい説得力。すごい説得力があるっていう格闘家が言うとね。コメントを残して、うん、で実は僕この後ですね、まあ、ちょっと僕がおかしいんだと思いますけど、公演のスケジュールが入ってて、はい、でちょうどこの大会が地下格闘技ってやつで歌舞伎町だったんですよ、うん、でちょうど公演の会場も新宿だったんでちょうどいいやと思って、試合が終わって鼻折れたまま公園に歩いて行って、おそこに2時間日本経済について講演してきた。マジで鼻血出しながらとか、口もザクザクに切れてるんで。あ、口もザクザクやっぱ切れちゃう。殴られて。もうなので。あの、マウスピースとか一応、うわ。してるんですけど、やっぱそれでも切れちゃって。うん。なんでなんかもう顔ボコボコの状態で、日本経済がとかって。そんなにちょっと、見てる人なんかもうすごいなんかビビってなかった。だって。ちょっと危ないやつなんじゃないかって。森永さんのコメントがまた秀逸で、はい、岸田首相の経済対策。ダメっすね。少子化対策といって社会保険料を引き上げようとしたり、税金取りすぎたので還元しますといって法人税下げるのは意味がわからない。岸田首相も増税クソメガネと言われている場合じゃないです。僕が鍛え直すのでスパーリングしましょうやっぱりそこ行くんだね。やっぱりやっぱり経済の話してもやっぱり格闘技に戻るという、やっぱり最後はね、うん、体とかこう魂の世界になってくると思うので、ちゃんと文武両道だと、いや文字通りね、すごいね。だって本当だって切れ目ないもん。普通文武両道とか言ったら両方両、まあこっちもこっちでってでしょ、うん、ね、森永さんが同時にやってるっていう感じだね。平井先生いかがですか。いやすごいですよ。いや本当にあの頭固がありますその文武両道ぶりにうん、いやすごいですよ。なかなかできることじゃないですよ本当に。まあでも本当に家に帰ったら、もう今日このスタジオに来たら皆さんからおめでとうって言っていただきましたけども、うんうん、僕は当日家に帰ったらもう妻からも娘からも何やってんのと、バカじゃないのと言われ、やめなさいよもういい加減ちょっと塩対応ですね。あらら、非難合合です。まあそうやって家族からしたら、ね、心配の方がね、奥さんと娘さんからしたらお父さんがねえ。ねえ、だってすごい若いわけではないわけだからね、でもね、あのトースポさんの記事であの森永さんの、ね、うん、アップの写真が写ってて、うん、父に似てる森永康平氏という形で、いやもうこれお父さんね、あ、これこちらですね、これめちゃくちゃ精悍だね、いや、似てないですね。いや意識して離れようとしてるわざわざだってお父さんだってほらあのね、みんなでね気持ちよく滅ぼされて、はいはい、でね、あの美しい民族がいたって思い出されたらね、それでいいじゃないっていう真逆真逆じゃん。いやでもね、まあ、正観ですよ。全然、うん、ちょっとお父さんのイメージはないね。ないですね。僕は責められたら戦うタイプの人間なんで。そうだよね。ね、いやー、まあ、やっぱりね、お父さんのイメージ乗り越えるって。お父さんも財務心理教と今戦ってますから、ね。あ、そうかそうかそうか。そうだね。まあね、まあしかし奥さんや娘さんの気持ちもわかる。まあ本当気をつけてね、あの、はい、頑張ってください。まあ、本当にね、もう大怪我しないように、はい。はい。はい、ありがとうございます。じゃあ次行きましょう。はい、対戦の幕開けかということで、佐藤正久議員の X です。極めて悪い流れ、客観的証拠もないハマス側のイスラエルによるミサイル攻撃、病院人体被害情報を信じ、世界各地で反イスラエルデモの動きが拡大、バイデン大統領の訪イスラエルでさらに反米にも拡大する可能性も、中ロイランにはアラブとの連帯上良い流れだが、そもそもミサイル一発で500人が死亡は普通ありえない、うん、着弾地点を見てもハマスが犠牲者をかなり持っている可能性大だし、ガザ地区から発射ミサイルの固体燃料異常で落下したり、発射場所で爆発した可能性も十分ある。西側による証拠開示、説明がさらに必要ということです。はい、でその下にちょっとあの英語の記事をちょっとピックアップしたんですけれども、これ何書いてあるかというと、あの結局このガザの病院が爆撃されたという話だったけれども、まあ爆発したのは駐車場だったとということで、あの病院のビルは破壊されていないと、まあ、だからその500人がその亡くなるっていうのは非常に考えにくいことであって、このまあハマス側が撃ったミサイルの誤爆であった可能性が高いと、
まあ、そんな風に言ってるわけですよ。で、こういうことって、ウクライナの時もそうだし、もう必ず、もうどっちがやった、あっちがやったでね。例えば、なんか村の虐殺だとか、病院にミサイルが落ちた。あの時全くそうだったでしょ。ね、ミサイルが行って、どっちがやったんだってまた喧嘩になってっていうことを、まあ、繰り返すわけなんですよね。うん。だから、こういう時ってもうちょっと引いてみてないと、しょうがないっていうことなんですよね、平井さん。そうですね。いわゆる認知戦っていうやつなんですよ。そう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 。要するに、お互いに相手を貶めるための情報を、うん、AI とかああいうもので作って流すと。これで、相手の世論を自分に有利なように持ってくる。これが、今度のこの AI を使った知能化戦争の、まあ、サイバーク、認知戦って呼ばれるものなんですね。だから本当に注意してみないと、こういうものに騙されてしまう。で、あれはね、ロスのジャックさんかなが、シェアしてた、ツイートしてたけど、もうリツイートしてたけど、向こうで見ると、病院の駐車場に落ちてんのね。うん、で全然怪我してないんですよ。だからもう、で、一番ひどいところだけピックして、映像をピックして、そこがあたかも全体のような、映像を流してるっていうのをツイートされてて、僕はこれリツイートしたんですけど。うん。はい、やはりこの認知戦っていうものがこれから、今度ね、台湾有事の時は、かなり中国は認知戦を仕掛けてくる。あ、もう間違いない、ね。これは気をつけなきゃいけないですね。特に、AI が入ってきてるでしょ。そう。ものすごい巧妙になってるんですよね。ね。うん。簡単に見抜けなかったりする。だそういうものだという認知を我々持たなきゃいけないわけですね。駐車場に500人いないですもんね。うん。踊らされてはいけないということなんですけど、で、ここでね、ちょっと4番。アーロン・ミカさんの X です。サウジアラビアの王子はイスラエルとハマスの両方を非難している。パレスチナの窮状に対する。私はサウジアラビアが平和的解決に到達しようとする試みを妨害したことでハマスを非難する。私はハマスのためにカタールの資金を注ぎ込んだイスラエルを非難します。国王がハマスの裏にシオニストを示唆している。敵も味方も元は戦争を起こしたいグローバリスト。まあこれだからもうやっぱまあ日本人は人がいいのでね、なんかあるとこっちはかわいそうとかこっちはかわいそうとかこうね、どっちか味方しようとかって考えるんだけど、現実はすげえ複雑なわけですよ。その歴史的背景から政治的背景、いろんなプレイヤーがいて本当一概に言えない、まあ二科的に判断できないんですね。で今回もですね、もともとサウジアラビアはイスラエルと国交正常化しようとしていたと。でもこれでちょっと今頓挫、はい、してしまっていると。で、だから当然それに対する、このハマスに対する非難っていうのはあるんだけれども、うん、ところがそのハマスっていうのはもともとイスラエルが支援してたと。それ P 対 PLO でね、このパレスチナの、パレスチナというグループを割るために、この PLO を攻撃するため、かつてアメリカが、アルカイーダ、911を起こしたと言われているアルカイーダを、実は対ソ連で作って育てていたと。それと同じようにハマスというのはイスラエルが作って利用していたと。で、そのハマスが今度こうやって攻めてくる側に回っちゃったと。で、じゃあその背後に誰がいるのかといったら、まあここでは実はカタールって名前出てきてるでしょ。カタールっていう国がですね、実は支援して資金の提供とかね、してるということで、あとじゃあ誰が、こんな高度な軍事訓練してるんだと。だってみんな完全に訓練されてるでしょ。とそこに出てくるのが、もちろん、イランの革命防衛隊、他に、ロシアのワグネル、中国の人民解放軍。というように、そういうものがこう、後ろにあって、で、もうめちゃくちゃ複雑なんですよ。ね、うん、米ロのその代理戦争をさせられる場所として、まあ、認識してますけど、こういう構図は森永さんどう見てらっしゃる？まあ本当にこの前回のロシア、ウクライナの件、変化というかまだ続いてますけど、本当にこの日本のメディアとか SNS の反応を見てると、山岡さんご指摘の通りで、要するに複雑な歴史背景とかを学んでないので、誰が悪いっていうこの0か1かみたいな議論。こっちが白でこっちが黒っていうのじゃないと許せない人たちがあまりにも多い。で、結局そういう人たちが多いからこそ、先ほど出てきた、要するに認知戦やりやすいわけですよね。うん、ちょっと感情煽ってあげたら、うん、こいつらは悪人だって言ってくれる人たちがいる。うん、で、まあ僕は今回の件で
ツイッター見てて思ったのが、この AI が出てきたらフェイクニュースの精度が上がるから、うん、より騙される人がいるだろうなっていうのは前から思ってたんですけど、うん、実は今回このここまでに至るのを僕が見てる限りだと AI 使ってないんですよ、うんうんで。どれぐらい情けないかっていうと、その本当にもう20年ぐらい前にどっかであったデモの動画とかを持ってきて、うん、これだけの人がイスラエルに対して抗議してますみたいなのを平気で流すんです。でもみんな覚えてないから、うん、それがいつの何の動画かなんて、うん、だ結構その他の戦争で例えば爆弾とかで手足が吹っ飛んだ兵士の画像とか普通に持ってきて、例えばハマスの攻撃でこうなったみたいな。最近あのツイッターでコミュニティノートがついてるんで、うん、いやこれって何月何日のテロの写真ですよねみたいな書かれちゃったりもしてるんですあのほらハングライダーでこう飛んでるやつとかもね、そうっす、全然違うイベントだったっていうね、そうハマスに兵士じゃなかったとかね、だからそういうのを結構見ていかないといけないんですけど、そうです、ただ本当になんか、うん、ここまでリテラシーないんだなって思ったのが、例えばね他の戦争とか他のテロの画像を今回のものだって持ってきて、うん、でまあそれを信じちゃうっていうのは、うん、まあそこはまあ100歩譲って分かるとしましょうと、うん、確かにその戦場の絵だから、うん、アホだなと思ったのが、そうなんかワールドカップかなんかの動画、そのフーリガンみたいな奴らがわーってこう騒いで、うんうんうん、発煙筒とかバンバンやってる動画を、うん、今回のイスラエルの空爆だって使ってて、それを信じてる人たちが結構いるんですよ。なんかこの辺にサッカーボールが映ってた。いやもうなんかすごいですよ。夜バーって発煙筒焚いて花火バン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 やってて、うん、明らかにそのミサイルとかじゃないだろうって、軍事の素人の僕ですら分かるようなものに対してこんなに無差別な爆撃は許せないみたいなの書いてて、じゃあもう AI 使うまでもない。そうだからそう、うん、AI が出てきたらやばいやばいってみんな言うけど、AI が出るまでもないっていう。そこまでちょろいのか、まだって思いました。ウクライナの時もね、映画のディープインパクトって、はいはい、パニック映画ね、うん、それでみんながこう逃げるシーンとかが使われてたりとかね、そうですか。そう、だからそこだけ見たら映画だからよくできてるでしょ、うん、でわーと思ったら実はそのディープインパクトって僕見たけど映画のシーンと全く同じだったりとかね、うん、もうそういう、まあ、AI、 確かに AI 出るまでもないなんかしょうもないトリックがいっぱいあって、はい、で結構みんなそれに踊らされてると、うんね、山口インテリジェンス、はいはい、山口さんがやっぱそういう情報 の、うん、あのコントロールをしている組織がやっぱりあって、うん、イギリスにある、うん、まあ、とある研究所があるらしいですよね。それもあのなんか有料パートで、うん、あの公開されてましたけども、うん、旅ストック研究所とか、ああ、一緒と、はいはいはい、はい、はい、そういう名前だったと思います、うんうん、あの増幅させてね、怒りとか憎悪とかを増幅させながら、うんうん、戦争がいかに終わらないようにコントロールするかっていうのを考えてる人たちが嫌いになるっていうことを忘れないようにしたいですね。で、あのちょっとこの話長くなっちゃうしないけど、だに戦後日本をどう統治するかというね、そういうあのノウハウもそういうところで研究されるわけですよ。でも驚くべきことに最初のヒントは中国共産党が日本軍の捕虜に対してやってたことをヒントにするんです。うん、その話また今度しますけど、そこをこれ使えるっていうんで、それさらに研究して、で戦後の日本で使うんですよ。だからみんな完全に洗脳されちゃうんですね。うん、うん、それぐらい根が深いんですよ、うん、はい、というわけで、はい、今度平井さんの、はい、さんの X です。これセックス X だけど、最初何言ってんのかなと思ったらツイッターのことだったんです。そうなんですね、すいません。はい、X ってなんか X ボーイフェンとか X ガールフェンだって。そうですね、はいはいはい、すいません。はい、はい、日本人51人イスラエルから退避、韓国軍が協力という記事を引用し、国民の生命と財産を守ることが念頭にあればこのような無様なことにはならない、頭の中は増税と増税をいかに選挙でごまかすかでいっぱいなのだろう、台湾有事、沖縄有事が起きれば中国本土にいる日本人の帰国は不可能になる、日本に逃げ帰ることができるのは今、うん、そうですね、平井さん。でもこれは中国本土のみならずですね、まあ、台湾もそうですし、うん、あと沖縄にいる人も逃げられない。逃げられないでしょうね、うんうん、おそらくこれは、まあ、とにかくね、韓国の軍用機で帰ってきたってね、やってんですかって話なんですよ、うん、いや信じられない、信じられない、うん、結局これもね、憲法に欠陥があるからできないんですよ
ね。だからもうやはりね、自衛隊がこういう時にすぐに国民の生命と財産を守るのが政府の仕事なんだから、こんなものはね、すぐ自衛隊機を派遣するような判断ができないようじゃダメですよ。で、昔はね、確かにその自衛隊機を派遣することにもすごいこう文句言う人たちがいたんですよ、すごく本当に先鋭化した時代があって、ただ今はこれやんなきゃどうしようもないでしょ。そうですよね、うん、3万円取ったっていう、そう、日本はこれ確か、日本はその後はあれでしょう、飛行機を、あれ日本の飛行機じゃないね、確か海外の飛行機だったと思うんですけど、で、チャーター、その時に日本までじゃないですよ、最寄りのところに行くのに3万円取ったね。本当にね、何考えてんだって話なんですよ。で、今回はなんかやめたみたいですね、あんまりにも批判が多かったので。じゃあやめます。そう、最初からやんなきゃいけないね。3万円取るのね、何万円取って、しかもドバイで終わりでしょ。ねえ、じゃあドバイから次どうすんだって話になるじゃん。遠いじゃん、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ遠い。ソウルだったらね、どうにでもなるって感じあるけど、ドバイで。とね、11時間とかかかりますね。もうここで、はい、ここでお降りください。終点ですとかって言われて、お忘れ物ないようにお願いします。言われちゃったら本当無責任ですよね。でこういうところにいかに日本という国がこのヘタレになってるか、ふぬけになってるかってことは如実に現れてるわけなんですよね。そうですよ、ドバイまでね、例えば日本の航空会社が来てて、そこで乗り換えて無料で帰ってきましたってのはまだわかります、まだわかりますよ。ドバイに降ろされて、あとね、勝手にしろって、それ政府のやることかって思いますよ。本当ですよね。ねえ、いやー、心から呆れましたね。はい、はい、こういうところに現れてる、こういうところに出ちゃうんですよ。出ますね。うん、だこれだけど、本当に沖縄とかでもね、その国民保護法でしたっけ、だから法律はあっても、結局どの時点で発動するかって問題があるわけですよ。で、それが例えば重要影響事態、事態判定ってあるわけですけど、それよっぽど早くしなかったら、もう全然間に合わない。有事になってから活動したっても全然間に合わないわけですよ。だって物理的に、だってじゃあ飛行機何機いるんだ、船ね、何隻いるんだって計算したら、もう全然間に合わないんですよ。だからそういうことか。でもこれ、こういう戦地が危険になったイスラエルから2月だけでこれですからね。台湾とか近くたって無理でしょうね。はい、はい、次、日本保守党ですね、平井さんの X です。日本保守党結党の集いに参加、大正解でした。百田代表のお話に感動しました。また会場で多くの方との出会いがあり、多くの方からお声掛けいただき、身が引き締まりましたということです。はい、平井さん、この平井さんの報告を。そうですね、はい、もうとにかくそうそうたる人がね、僕写真撮ったの、僕一部これ上げたのごく一部ですけど、うん、これ一応カズさんが写ってるでしょ、山田さんと僕の間に。それからですね、ハイブレーのようにここね、顔切れちゃってるんだけど、猫組長さんね、それから、いや、まだまだ飯山あかりさんとかね、それから、まあ、健城社長とか、まあ、とにかくそうそうたる人たちが来てました。で、まあ、うわーっとね、その熱気です ね、 ね、会場はね、汗かくぐらいね、ものすごいんですよ。だいたいその政治パーティーなんていうと、なんかあれじゃないですか、おぎりで来て、ね、2万円チケット、なんか業界の関係だとか言って、こうおぎりで来て、まあ、なんかお話聞いて、そのまま帰るような雰囲気の。食べてね。そう、食べてね。食べてね。で、もう帰るぞみたいなのが多いんですけど、そうそう、いや、そうじゃなかったんですよ。なんかね、こういう例えがいいかな。例えば、百田さんと有本さんと河村さんの誕生日を祝うみんなの会みたいな雰囲気ですかね。うわーあっとね、祝賀ムードでね、いやー、すごかったとしか言いようがない。うん、ほんとね、山根さんとも会ったしね、ばったり。山根さんっつってね、一緒に。山根さんも。そう、山根さんも、そう、山根さんもね、そう、ウィルの、ウィルは、鈴木社長も来てましたよ。それから、うん。花田さんも見かけたな。うん。それから、まあ、とにかく、瀬尾さんからいろんな人が来てた。うん。
まあ、で、まあ、朝8に出てたりするせいでしょうね。ここに朝8見てますっていう人が多くて、結構話をすることがありました。一緒に、来てるし、全然知らない人とお話をするというですね。そんな感じでした。うん、同志のような気持ちに、ね、そうなってて、すごい盛り上がりましたよ。もう一つ平井さんのエクスプレス、はい、作家の百田尚樹氏が代表、日本保守党設立、自民批判の受け皿目指す、河村たかし氏共同代表という記事を引用し、日本保守党は地域政党、厳正日本との連携に向け、特別優等関係を締結した。共同代表に河村たかし名古屋市長がついた。日本保守党結党の集いで説明があった。企業の世界で言えば戦略的資本業務提携のイメージ、この組み合わせは相乗効果が出る。うん、ま、多分ね、百田さん、有本さん、河村さんとあと数名以外は知らなかったですよね。サプライズがあるとは聞いてたんですけど、はい、河村さんが登場した時はみんなおーおーでしたね。そうだ、うん、ただね、まあ、河村さんと僕は百田さんと有本さんと河村さんがじっくり話し合ってこれを言う特別優等関係というのを締結したわけだから、まあお互いにこの相乗効果はあるから踏み切ったと思ってますし、まあ、考え方をね、今日も話を聞いてると、まあ近いのかなと思いますよ。これ見てね、自民党の支持者がね、いやーいって言うんだけど、君たち公明党と連立組んでるの忘れてないかいっていうことなんですよね。お前が言うなって、そう、お前が言うなっていう、うん、永さんどういう印象だったんですか、日本。まあ、なんかとりあえずこうネット見てると、この1週間2週間はすごくこのね、話題が僕のタイムラインでも盛り上がっていて、まあもうやっぱいわゆる、まあ、この間ね、実は自民党の人とご飯食べる機会があったんですけど、まあなんか言ってましたよね。もう酒が入ったっていうのもあるんでしょうけど、まあなんか自民党は昔はこう保守だみたいなこと言ってる人がいたけど、もう今は党内見渡すと、これはなんかこう保守派のリベラルだみたいな。なんだそれっていう。まあ、言葉の定義おかしいだろっていう。みたいなもん、わけわかんない奴らが多すぎて、うん、いわゆる本当に心底保守だって思ってる人からすると、うん、もうなんか呆れちゃったというか、なんかもう自民党バッシングする気すら起きないというか、うん、もうダメっていう、見限り、うん、じゃあ他にどこ行こうかなっていうようなやっぱ流れがある中で、うん、まあ、こういう話が出てきているっていうことなんだと思います。まあ、そうですね。だからちょっと前はね、参院選の頃ぐらいまでは、うん、その自民党内の保守派に期待するとかね、うんうん、そういう声があったじゃないですか。やっぱ党内にいなきゃいけないとかね。でもそれもこれ完全に諦めたっていう感じですよね。うん、ちょっとその今まではこう野党を見てるぐらいだったら、自民党の中のその保守派とか期待をしたいとかね、積極財政派にしたい、期待したいとか、その中にはいい人いるからみたいな理屈で動いてる人が多かったんですけど、うんうん、やっぱでもそれに期待しながらずっとここまで来て、うん、じゃあ何か大きく変わったんだっけっていうところを見ると変わってないと、うん、そうするともう中に期待するよりは野党とはいえ、少数野党とはいえ、うん、そっちにまず期待していかないといけないっていう、はい、まあ、発想の人が増えてきてるなというのは実際に感じますし、うん、まあ、自民党中の議員の方と喋ってても、分かってる人は分かってるなと。分かってない人まだ分かってなかったらちょっとやばいし、ね、やばい、うん、うん、まあ、やっぱり安倍さんいなくなってね、その党内保守派といっても、だって手のひら返した人もいっぱいいたじゃないですか、ね、うん、すごい勢い手のひら返して、あともうひゅーんってもう存在ね、存在感なくなった人はいっぱいいるわけだから、そりゃ期待しろって言われたって無理がありますよ ね。でも自民党から出る人いるかな。まあでも保守を語るんだったらそれぐらいの、うん、見せてほしいなっていうのは思うし、うん、僕も言うけど、彼らがいつも僕に言ってくるのは結局何もできないんだと、うん、そんな
対野党に行ったところでと、うん、だからその数を持ってる中で変えるって言うんですけど、理屈は分かるんだけど、うん、変わってないじゃん。そうなんですよ、変わってないんだよね、うんうん、いつもそういうこと言って、うん、じゃあ何してんだって感じですね、うん、だからそのなんかね、スポーツの世界だったら30年も負け続けてたら普通全員解雇、まあ普通に30年分かんないと思う、ね、スポーツの世界で30年分かんない、戦力外通告ですね、そうそうだよね、戦力外通告、そうそうそう、いや、そうだよね。はい。はい。平瀬さん、ありがとうございました。はい。はい。近づいているという感じです。あ、じゃあ、一件告知をさせてください。来週水曜日になりました。世の中がこんな情勢ですが、ライブを開催します。10月25日、渋谷セルリアン東急タワー2階 JC ブラッド、7時半から、さやのライブを行います。ありがとうございます。ちょっと豪華メンバーでお届けしますので、はい、ぜひ来てください。みんなで元気に出しましょう。いいですね。はい。はい、お願いします。はい、はい、この本のイメージは出る？あ、そうだ、うん、もうすぐ山岡さんの本が発売に、うん。そうですね。25日、はい、発売になりますので。ちょうど、はい。あの、さやさんのコンサートに合わせて発売しました。新作クロンということで、もうとにかくもう全部見直し。ね、こうやって新党出てくるっていうのはもう従来の延長じゃ無理だってことでしょ、うん、だから全部見直そうというねコンセプトで、そもそも鎖国って概念自体もう秀吉まで遡って全部見直そうと、で戦後も見直そうと、将来も見直そうと、そういうコンセプトで書いております。ぜひご一読ください、はい。この後はメンバー限定ライブです。月額490円のメンバーシップレベル1に参加して続きをご覧ください。最後にこの動画のいいねボタンをクリック、文化人放送局ツイッターアカウントのフォロー、そして文化人デジタルにアカウント登録をお願いいたします。はい、それではメンバー限定ライブの方でお待ちしております、うん。